はいどうも、滝井です。今日はね、ちくわの天ぷらをちょっと作りたいと思います。まあ、ちくわの天ぷらっていうとありきたりだと思うんですけども、そうですね、まあ、お酒飲まれる方、ちょっと一品欲しいなとか、あとは晩ご飯なんかでもう一品なんかあると嬉しいねって言った時にね、簡単に作れるちくわの天ぷら、あれば嬉しいんじゃないかなと思います。今日はね、ちょっとしたポイントを交えつつ、美味しいちくわの天ぷらを作っていきたいと思います。それでは早速作ってみましょう。はい、じゃあ、ちくわの天ぷら揚げる前にですね、衣を準備していきたいと思います。まず小麦粉とですね、あとお水準備してもらってますけど、これお水から先にお皿に入れてください。でその後に小麦粉、こちら、まあ、天ぷら粉でもいいんですけどね、こちらを入れていきます。でなぜお水先に入れて後から小麦粉なのか、理由はですね、天ぷら揚げるときにこういった塊ありますよね、小麦粉がこう固まったものなんですけど、これもまあそのまま天ぷらの衣となって、まあそうですね、具材について天ぷら揚げられますと、食べたときに小麦粉だけ口の中で弾けます。そうすると後味がちょっと悪くなっちゃいます。それが発生するのが小麦粉に水を入れた場合で、今やってるように水に小麦粉を入れると、小麦粉がね、こうほぐしやすくなります。で必ず真ん中から混ぜるのはやめてください。隅からね、この小麦粉のダマをちょっとこう潰すような形で、溶いていっていただければいいと思います。であとそうですね、冷たいお水でやるっていうのも天ぷらを上手に揚げるコツなんですけど、今日は冷たいお水は使いません。その代わりにね、後で、とっておきの道具をちょっと使いたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日のポイントその1、こちら鰹節でね、出汁を取った時に出る出汁殻、これをね今日は使ってみたいと思います。前回もね、厚焼き卵で出汁殻使ってみましたけど、今日はこの出汁殻を使う第2弾、です。まずこの前もね、細かく切りましたけど、出汁殻今回も、細かく刻んでください。出汁殻はね、取った後しっかりね、出汁を絞ってください。じゃないと、この後ね、こちらの衣に出汁殻混ぜていくんですけど、衣がね、出汁殻の、まあ、水分で、まあ、伸びてしまってびちょびちょになってしまいますので、必ず出汁殻しっかり絞ったものを、使ってください。はい、こんな形で、今入りました。これをね、またちょっとこう優しくね混ぜ込むようにしてください。はい、じゃあこれを使って、ちくわの天ぷら揚げていきたいと思います。温度も良くなりましたので、これから揚げていきます。で今回のポイントの2つ目、見えますかね、まあ、冷たいお水使う場合と、今日はね、氷を直接衣の中に入れてます。衣自体がね、冷たくなりますんで、このやり方で美味しく揚げられておりますんで、やっていきます。じゃあちくわに衣をつけて入れていきます。
はい、温度は今中火にしてます。ちくわ入れたらね、ちょっと中火ぐらいで、ゆっくりと揚げていきます。注意していただきたいのは、まあ、ちくわを入れてからね、すぐ箸でくるくる触らないこと、これが重要です。衣が柔らかいうちに触ると衣がね取れてしまいますので、なるべくそのままにしておいてください。ちくわが膨らんできたなと思いましたら、このタイミングでね、ちょっとこうちくわ同士を剥がしてあげてください。それまでは触らない方がいいです。はい、じゃあ、こちらでね揚げ終わりました。油よく切ってください。で、油切るときにただ振るんじゃなくて、最後ねちょっとだけ油につけます。そうすると、油がねきれいに、衣から落ちますので、最後にちょっとだけ油をつけてお皿に並べていってください。はい、完成しました。見た目はね、普通のちくわの天ぷらなんですけど、食べてみたらどうでしょうかね。じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあいただきます。思いのほかカツオがしっかり、味が残ってますね。で、油で揚げてるんで風味がちょっと飛んじゃうかなと思いましたけど、カツオの風味もしっかり残ってます。一杯飲みたくなっちゃいますね。とても美味しいです。今日はね、だし殻を使ったちくわの天ぷら、こちらを作ってみたんですけど、まあ実際にね、だし殻、だしを取ってね、だし殻捨てちゃうことが多いかもしれないですけど、まあいろんな今日みたいな衣にね使ってみたり、すれば、ね、捨てることもないですし、美味しく食べれますので、ね、ぜひ、参考にしていただきたいと思います。これからもね、元板前として、いろんな料理のコツや、あとは美味しい調理法、そういったものを、紹介していただいておりますので、興味があればチャンネル登録をお願いします。今日はありがとうございました。